足を揃えて飛びます。皆さんこんにちは、北島アクアティクスの田淵です。本日は明治大学さんの外プールを使用して飛び込みの上級者編、クラウチングスタートの足の使い方についてご紹介していきたいと思います。前回クラウチングスタートとグラブスタートの違いについて動画を、紹介しておりました。それも合わせて、ぜひご覧ください。そして今回はスペシャルゲストを、紹介したいと思います。明治大学の、市川選手にお越しいただいております。市川選手は、インターハイで 200m 自由形、14番という、素晴らしい結果を残しております。よろしくお願いします。お願いします。飛び込みは得意ですか？はい、大丈夫。皆さん必見となっておりますので、ぜひお手本を見ながら真似をしてみてください。それではまずは1種目目の練習です。片足上げストリームラインをやっていきます。普段スタートする時の構えからストリームラインを組み、指先を前方へ向けます。この時背中が丸まないように背筋はまっすぐ意識しましょう。そこから後ろ足をバックプレートから離し、上へ持ち上げます。この時体幹部を締めてふらつかないようにしましょう。姿勢をまっすぐ取れたら前足で台を踏ん張り、空中で足を揃えて飛びます。今のように空中姿勢をまっすぐにキープして行われると完璧です。最終的に台を蹴り出し前に飛ぶのは前足となります。そのため前足のみでバランスを取り、姿勢をキープすることもこの練習の目的となります。また空中で足がうまく揃わない方はお尻に力が入っていないかもしれないので、意識してやってみてください。それでは2つ目の練習です。次は後ろ足は上げないでストリームラインの姿勢のまま飛び込んでいきます。先ほどと同様にストリームラインを組み、姿勢はまっすぐにします。この時前足は曲げすぎず腰の高さを出して姿勢を作りましょう。ここから後ろ足でバックプレートを蹴って体を前へ出し、その直後前足で台を踏ん張り前方へ飛び切ります。この時バックプレートに対して垂直にしっかり力を添えるように後ろ足は踏み切りましょう。空中で体幹、お尻を締めて体が曲がることのないように飛んでいきます。今のように足の役割、台へ力を加える順番を意識して行いましょう。実際に構えからスタートをするまでの意識するポイントをお伝えしていきます。まず構えですね。構える姿勢を作るとき、しっかりと腰からお辞儀をするように股関節を曲げていきましょう。ここをしっかりと屈曲するようにするとよりスタートに力が加わります。ジャンプで例えると分かりやすいと思いますが、市川選手その場で股関節を屈曲させずにジャンプしようとしてみてください。
うまくジャンプできないですよね。では今度は股関節をしっかり屈曲させてジャンプしてみてください。先ほどよりジャンプへ力が加わりましたよね。今のと同じで股関節をしっかりと屈曲させる意識でまずは構えることが大切になります。また背中は丸まないようにしてなるべく背筋はまっすぐに伸ばしましょう。そしてこの時前足の膝が曲がりすぎないように構えましょう。前膝の角度がつきすぎるとこのように腰のラインが低くなります。構えた時の腰のラインが低いと遠くには入水できずその場に落ちるような入水になってしまいます。このように腰は高い位置で保持するようにしましょう。それではこの構えから実際にスタートしていきます。先ほど股関節をしっかりと屈曲させる意識で構えることをお伝えしましたね。スタートの瞬間バックプレートに対して垂直に力を伝えるタイミングでこの股関節も伸展させていきます。イメージはウェイトトレーニングのデッドリフトのように背筋を伸ばした状態で体を起こせると良いでしょう。それでは市川選手一度スタートお願いします。しっかりと台へ力を伝えてられていますね。それでは今の映像を再度スローでご覧ください。本日は飛び込みの上級者編スラッシングスタートの足の使い方についてご紹介をしていきました。足の前後に関してはそれぞれ役割が違い、さらに後ろに伝える力には順番があります。より台へ力を伝えるためにも今回やった練習法を皆さん真似してやってみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、他の飛び込みの動画見ていない方は概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。はい、ご視聴ありがとうございました。カット TV では飛び込みに関する、質問コーナーを行いたいと思います。飛び込みに関する悩みだったり、ご質問があればぜひぜひコメント、お待ちしておりますので、回答の動画につきましては今月中にアップできるようにいたしますので、10月の21日水曜日までに飛び込み関連の動画にて、コメントお待ちしております。それではみんなよろしく。